てさて次はですね、ミス立正大学の皆さんです。どうぞ。ミス立正です。立証しましょう。あなたの地獄、地元の魅力をプレゼントしてください。プレゼンしてください。プレゼントしちゃったね、すいません。どうぞ。どうぞ。神々や。はい、エントリーナンバー5番、経営学科浅坂香織です。地元の魅力は近くに川や公園があるので、あのリラックスできるし、季節折々楽しむことができるのが魅力だと思います。はい、ありがとうございます。行きましょう。どうぞ。エントリーナンバー5番の経済学部経済学科平間玲奈です。私は埼玉県出身なんですけれども、はい、あ、よく何もないって言われるんですけど、ショッピングとかできるところもいっぱいありますし、自然も秩父とか行けばライン下りなどもできるので、はい、ぜひ来てください。行きますよ。はい、立正大学の皆様でした。